というわけで今日も元気にサバイバル。亡命希望者のアリスちゃんだぞ。亡命先がどこになるのか気になるマリサだぜ。さて、最初の挨拶している間に地下の植物に水あげられたから、今日はおばあちゃんを助けるために狼を倒しに行くぞい。まずは昨日修理したロープウェイで森の階層に移動。ロープウェイ修理できるなんてこいつなかなか優秀だな。落ちてる原木やブルーベリーを採取しながら奥に向かうのだ。む、デンジャーとの看板か。これは狼登場フラグ。できれば骨とかで手なずけてペットにしたいな。アリスさんや、マイクラかなんかと勘違いしてませんか。む、だんだんと暗くなってきた。狼さんハロー。さて、バットで殴っていきますか。なんだろう、ただ動物を虐待しているようにしか見えない。む、まだ来るか。だけどこのバットを持ったアリスちゃんはまさに鬼に金棒状態。モンスターハンターとはこの私のことよ。いや違うからな。てかこいつらガードしてても攻撃当ててくるんですけど。は、もしかしてガード強化スキルつけないと防げない系。お前はもうモンハンから離れろ。ほら、強そうな黒い狼出てきたぞ。む、お前はグラビモスアッシュ。色で判断するのやめろ。私、この戦闘が終わったらモンハンライズを買いに行くんだ。買いに行くのは自由だが実況が終わるまで我慢しろ。と、倒せたようだね。それじゃおばあちゃんの小屋に向かうぞ。その前に落ちてるレバー拾ってっと。やあおばあちゃん、討伐報酬はいかほどかい。普通に考えて報酬なんてないだろ。ええ、ケチンボー。どの口がそれを言う。と、報酬はないがジニーと取引できるようになったな。なになに、睡眠障害。ハーブティーを作るための素材を集めてきてほしいようだな。古い鉱山にキノコが生えてるからそれ採取してほしいみたいだぜ。もちろん報酬はないと考えた方がいいんじゃないかな。この街は無償労働が徹底されてる素晴らしい街だね。下手したらどこぞのソビエトよりも共産してるかもな。というわけで鉱山までやってきたよ。む、誰かいるな。協力者ならいいんだけど。アリス、他の街の人とは違うって言われてるぞ。そう、私はこんな街さっさと脱出して他の国に亡命するのだ。というわけでキノコはどこ。ボブ曰く、キノコは鉱山の中にあるが、エレベーターが壊れちまっているようだ。そいつを直してくれたらこの鉱山に入ってもいいらしいぜ。オーケー。修理に関しては得意分野だからちゃっちゃと直しちゃうよ。あ、金属足りない。今日は用事があるので帰ります。ボブさん、お疲れ様でした。というわけで帰ってきたらまず森で拾った原木を分解してと。その次に植物を収穫。種まいたばっかりなのにもう植物育ったのか。成長が早くて助かるよ。収穫は人参12個にキャベツが6個。腐らないように冷蔵庫に保存しようね。で、そういや修理するための金属はどうするんだ。あ、それは棚に置いてある金属の箱を分解して手に入れるよ。そのうち家の中のもの全部なくなりそう。いや、さすがにパソコンとかを分解するとエージェントに怪しまれちゃうからね。あくまで分解するのは余ってるものだけだよ。それじゃ分解するけど、夜も遅いから修理するのは明日でいいや。ほいじゃおやすみ。さて、修理っと。ロープウェイに加えてエレベーターも修理できるこいつは一体何なんだ。ボブ君、エレベーターの修理終わったよ。どうやら休養で鉱山に入るそうだ。だけど取引先にボブが増えたぜ。後で品揃え見てみようね。ってなわけで早速鉱山を見学。森とは違って正方形の部屋が続いてる感じだな。この緑のくるくる回ってるやつが気になる。というわけで回収しに行こうね。見た感じ敵はいないな。ってこのスローモーションになる感じ。敵が来るぞ、気をつけろ。おやおや、夢の国からの人かな。悪いけど殴らせてもらうよ。2発で仕留めたぜ。おっと、またおかわりが来た。君たちの肉はしっかり料理して食べてあげるからね。もう敵は出てこない、な。それじゃその緑のやつを回収してみよう。通行証、だそうだ。これがあれば一層下のところに行ける感じなのかな。わざわざ敵が襲ってきたところだし、下にはきっとお宝が眠っているに違いない。というわけでアリス、いざ一層に移動。お、到着だな。また青い通行証が見えるね。でもそれより先に右にある大型機械に惹かれたアリスちゃん。見た感じ掘削機械だな。うん、燃料がないから動かせないっぽい。トロッコには寂しそうに3個の石が入ってたよ。燃料手に入れたらまた機械な。と、今度は左のホラー穴が気になるからそっちに向かうのだ。お、ボブがいるな。ここがきっとボブの家だね。こんなところに住んでたらエージェントの視察もないだろうし羨ましいよ。あの森の小屋のジェニーおばあちゃんと同じく、ボブも普通の家に住んでいないんだな。だからこそ政府に目をつけられず自由に取引できるってわけだね。そして唐突に出てくる英語。日本語で話そう。そして文字化けの登場。
子、これは政府による検閲の結果だから。というわけでボブ、アディオス。権力ボブが言いたいことよくわからなかったけどまあいいか。ボブ曰く、鉱山では敵に気をつけろと、ジャンパーを見つけたら拾ってきてくれだそうだ。オーケー。さて、もう夜だし家に帰るよ。この世界、時間経過するの早いよな、というかめちゃくちゃ夜くらい。節電の意識が高いのか電気消えてばっかりなんだよね。地下室の方は常時ランプオンなんだけど。で、鉱山で採取した岩を分解してと。よくこんなでかい岩持って帰ってきたよな。意外と素材としての石は結構必要になるからね。容量を多少圧迫しても、持って帰りたい代物でっせ。そして睡眠を取り次の日へ。冷蔵庫の焼いた肉を食べつつ、何やるか考えようか。とりあえず畑で収穫だな。ほい。そういや地下シェルターをもっと大きくしたりしないのか？一応大きくすることはできるんだけど、電力がちょっと足りないんだよね。部屋増やすと設置するライトが増えて、その結果ブレーカーが落ちちゃう。そうなのか。そのうち発電機とか用意できれば電力問題解決するから広くできるけどね。で、畑にまく種がなくなったから新しいの注文しようっと。植物関連のものはジェニーのとことで買えるぜ。そしたらビーツの種を買って。他の種も買ったけど、取れた農作物売れば黒字っぽいね。さて、宅配便を待つ間、ちょいと森に散歩。次のロープウェイ修復に必要なのは金属15個か。昨日の鉱山エレベーターの修復で手持ちの金属は一つもないぜ。これはどこかから金属を買い入れる必要がありそう。さて、荷物受け取りますか。重すぎてこれ以上持てないってよ。それじゃ一旦水を収納してと。さて残ってる荷物を回収。早速買ったカーペットを敷こうね。これって装飾目的以外にも効果あったりするのか。気持ちが穏やかになる、かもしれない。つまり効果なしと。さて、農作業。農作業終わったらボブに炭鉱に落ちてたゴールドを売って。次にセルシから金属製の四角い箱を買っていくよ。分解して金属を手に入れるってわけだな。で、小腹が空いたからスープを食べて。眠くなったからソファーで寝ましょう。もはやニート生活なんだよな。働かなくていいって最高だねー。と、荷物来たからさっさと受け取ろっか。受け取りに行く速度異常すぎるだろ。で、受け取ったものは一旦しまっておいて、炭鉱に向かうよ。おばあちゃんにキノコ取ってきてって言われてたのをすっかり忘れてたよ。どうも、キノコ採取に来たアリスちゃんだよ。あの光ってるのがキノコだね。む、大岩が道をせいでるんだぜ。通るにはツルハシが必要だってよ。そしたら違う通路調べてみよっか。ここならキノコの採取できるね。なおキノコの必要数は検閲されてしまった模様。ま、10個くらい取れば大丈夫でしょ。む、これは。お、それって燃料じゃないのか。マリサの大好物だよね。いや私重機じゃないからな。それじゃ燃料入れて掘削機を動かそう。宝石とか出てくるといいな。そんな感じで夜になったから、家に帰ってささっと箱を分解していくよ。12時過ぎたからお休みなさい。というわけでボブさん、ツルハシくださいな。22ドルと少し高かったが、無事にツルハシを購入したな。そんなわけで炭鉱夫となったアリスちゃん。目的のお守りを求め、ツルハシを振るう。だからそれモンハンだから。通行証があるってことはおそらく奴らが来る。ネズミどものお出ましだぜ。さて、ぶん殴っていきましょか。バットで攻撃当てると敵はスタン状態になるんだな。負ける気がしないね。だろうな。これで終わり、と思ったら1匹残ってた。もう出てくる敵はいないな。それじゃ回収。で、ジェニーおばあちゃんにキノコを渡してと。必要個数は8個だったようだな。で、このジェニーは感謝とともに、睡眠障害について話してるな。眠くなくなるってこと？いや、不眠症ってよりも眠りすぎって感じの症状だな。それで森の奥にある赤い実、ガラナを採取してきてほしいそうだ。オーケー、だけどその前にロープウェイの修理しないとだね。というわけで次の日、昨日芝居たネズミの肉を料理するよ。衛生的にまずそうに感じるが食べるんだな、ネズミ。火を通せば問題なし。意外と美味しい。一つで体力 50% くらい回復するからネズミ丸焼き優秀だな。それじゃ手紙の確認。む、この手紙はニミットマンからだな。誰だっけ？おい、ロケットの写真を届けてくれた人だぞ。どうやらブルーベリージャムをご所望のようだ。もちろんちゃんと買い取ってくれるとのことだぜ。そしたら後で作っとこっと。で、金属銃を、木材銃を、石を使って作業台の改造するよ。おい、金属はロープウェイ修理に使うんじゃなかったのか？忘れてた。おい、しっかり頼むぜ。
そしてまた次の日、今度は各シェルターを広げるよ。お、ようやく拡張か。それじゃ掘っていこうね。さすがに4区画だと時間かかるな。む、エージェントが来た？今日が視察の日だったか。一旦作業停止して、カーペットで機械のはしごを隠すよ。慌てて棚開いてるのくさ。さあどうぞどうぞエージェントさん、善良な市民のアリスちゃんですよ。怪しいものなんて一つもありませんよ。どうぞごゆっくりしていってください。お、今回の調査結果だな。怪しいアイテムは特になし。疑惑度は 20% だね。地下シェルター、バレる気配なさそうだな。エージェントいなくなったし、スーパーで砂糖注文してと。届くまでは健やかに睡眠。こいついつも寝てるな。お、届いた届いた。ってミニットマンからの手紙？エージェントはこれから水の使用量も調査対象にするってよ。そんなことを知っているなんてミニットマンって何者なんだろう。今はアリスに協力してくれてるが、何か目的があるのかもな。考えていてもわからないし、とりあえず部屋増設の続きやりましょうか。で、作った部屋にはかまどを設置。お、これで精錬とかができるのか？燃料の木材入れれば鉄鉱石とかの精錬ができるはずだよ。で、最後にジャムを作ろう。消費する素材はブルーベリー10、砂糖1、ガラス1だな。作り終わったらこれをミニットマンに送ってあげればよしと。30ドルと比較的高い値段で売れるんだな。代金と一緒にミニットマンからのお手紙が。ミニットマンは核戦争についての本をご所望のようだぜ。捜査当局の圧力が強いから、核戦争の本は手に入りにくいらしいが。ミニットマンの意図がよくわからないけど、見つけたら送ってあげよう。というわけで今回はいろいろとごたごたした感じだったけど、動画はこの辺りで終わりにしようかな。取引先も増えたし、これからの亡命計画も楽しみだぜ。アリスちゃんの亡命計画はまだまだこれからだ。